どうもみなさん、こんにちは。ミルクサカアカデミーのうまでございますよ。ノーベうくさとうでございます。ありがとうございます。今日はこちらです。飲んでた。まあ、あれですね。あの、海外系の遺跡10選の話。どん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 。10選も。はい。教えていただける。うん。そうですね。ちょっと、まあ、日本の話もあるし、まあ、あとはヨーロッパの話もあるし、中東の話もあれば、南米の話もあるって、もう本当全部。 やっていこうってくらいの話でございます今日もよろしくお願いしますまずパッと出た時にねもう目移りしちゃうんですけどね左上から順番に行きますんでねそのいやいや言わないようにしてくださいね私みたいにいつもね先生も喋りにつらくなっちゃいますからねはいませツイッツもありがとうございます見るあんまいチャンネル登録ぜひよろしくお願いお願いしますということで今日の12はこんな感じになっております <laughs> いろんな話あるけれども <laughs> <laughs> やっていきたいと思います。よろしくお願いします。えーはい、まずは、うんうん 左上からやっぱりやっていきたいんですが。はいはい。我慢や。まあまあいろんな話があるんで,す、ね、でレア,レアはい。以前、広島だとか松本とかガンバとかに向いたレアンドロ・ペレア選手なんですが、今年は栃木で戦いましたけど、まあ、満了になっておりました。えーはい、そして、えー、新たに行く先が、はいはい、決まったみたいで、ブラジルのボタフォゴ行きが決まりました。うん、ボタフォゴこれは本田さんもいた、はい、あの そうですね、それがですねこの動画撮ってる12月12日の朝かなって決まったという形なんで、だから来期からはブラジル行きということになりましたと。なんか、そうなんですよ、でやっぱね、ただね、まずちょっと思ってるのが、ペレイラ選手自体が実はですね、とある日本人監督をすごく慕ってるところが実はもともとありまして、あれ、ヒ広シですね、いわゆる、広ロ上布さん。 はい、あやってるか一緒にそうあの広島時代一緒にやってたんですけど、もともとペレイラ選手、ちょっとどっちかってうとこうなんていうんですかね、あのストライカー、ストライカーした方だったんですよ。う,ん、うん、そうですねだったんだけど、広島時代だけは、実はあの、うん、プレスの数値があの、ね、飛び抜けてるレベルというか、へ<ー>なんかね、うん、ジョークさん、モチベーションの上げ方とかだと思うんですけど、すごく良かったみたいで、 一時期、広島行ってガンバ行ったいうか中東かなんか行って、そこからその後栃木来たって感じでしたけど、国内復帰する前に一回、ベルディ行きたいみたいな話あったんですって、今、島とやりたいっていう。どうやら、この冬もまたそんな話あったんじゃねえかみたいなところもなくはないんじゃないかなと思うんですけど。今のベルディにどうかっていうこともあるでしょうね。 そうですね。うん、でもただ、はい、だからそれで、だからそういう話にならなかったってことは、おそらくだから、染野くんが、だから来年も、だからベルディにいるってことなんじゃないかな。名探偵,名探偵うん。あね、まあだから、まあ本当、いろんな状況次第で、やっぱチームの作り方って変わってくんだなとも思いましたけど、はい。ね、はははまた活躍ね、ちょっとね、期待したいところでもなるほど、はいはい,はい、はい。はい、ということでした。うんうん、はい。 そして続いて、一応、見る若はか別のところとかマンデーライブだけでちょっと触れたって感じだったんっもきましたが、はいね。いいや、これ応援したいね。応援したいですね。うん、あの前田直樹選手でございます。うん、え以前は名古屋からまあオランダに行ってましたけど、ユトレヒト。はい、ただ、ね、出場して7分で大怪我ということになってしまい、うん、なかなか持てる力発揮できずに、今帰ってきてしまったという形になりましたから、うんはい 今回こそというか、もう二度目の挑戦ということになるのかなと思います。まあでも、言うとね、人のチームメイトがね、T シャツっ作ってくれたりとか、うん、入場してくれたりとか。多分ね、ね愛される、あれは健在なんじゃないですかね。いや、そうだと思いますね。うんうん、しかもね、まさに今回のこの遺跡、かなり僕、いい遺跡じゃないかなと思っていて、はい、あの、ベルギー2部なので、名古屋のサポーターさんからすれば、なんでうちの直樹が2部なんだよって思う方もいるかもしれませんけど、うん、ない。そうんでそうなんです。うん、ただね、うん あの今回このデインズというチームに行きます、うん、彼は、はいで。以前だとあの昨今年の夏ぐらいまでは、うん、あの今、浦和から京都に行くんじゃないかと噂されている宮本優太選手なんかも行ってたんですけど、うんはい、実はあの日本人オーナーのチームです。おー、そうなんだ そう、日本人の方、小野さんという方か、あの、今、マルチ、あの、クラブオーナーシップっていうか、ああ、なんか見ました、僕、それそう、ゾンとかでもね、あの、牧野さんが取り上げたりとか、はい、やられてたりしますけど。楽しみなんですね。そう、だから仮に次、今回また怪我とかあったとしても、それこそ、周りにも日本人さんがいるような環境でもあるから。やりやすいというか、馴染みやすい環境でもあるか。そうですね。うん。はあはは だし、はい、やっぱその日本ですごい活躍してきたアタッカーで、デインズがちょっとこのままいくと昇格できそうな感じがあるんですよ、うん、一部に。おおおはいで。そこで、その昇格に日本人アタッカーに関わったっていうふうになると、うん、やっぱそのチームとしてまた日本人、また日本人ってちょっと持ってきやすくなるな、うん。そうかそうかそうかってなってきた。だから、<う>ちょっと新たなまた駆け足になりに。うん っていうこともありるんじゃないですか円弁をつけていただきたいってことですねそういうことで、ね、うそういう意味ではこう<え>ね適任な方なんじゃないですかって、うん、思いますね,ねもうこれ楽しみですねはい、はい そしてえ続いてでございます、ブラさんがミランに帰ってきますということで、引退はされました。で、あのいったこ、まあフリーっていう言い方あれですけど、ちょっとまあ怪我とかの、ね、直しもあったんで、それで離れたりしてましたけど、うん、一応、ミランのアドバイザー兼、あとはクラブのなんか所有会社のなんかパートナーみたいなところに就任するみたいなのもあって、やっぱりある程度こう、ね、うん、アンテナショップみたいな、象徴みたいなところもあるんねいやそれはあるでしょうね。 だから、まあ、イタリアもね、なんか一時ちょっとお金がないなんて、こう、ミラン以外のユーベだとか、イタレとかも言われてましたけど、やっぱ象徴がこうやって戻ってくることで、やっぱ変わってるものはあるんだろうな、というのスンサーお願いできます、うん、って言って、イブラ来てたらやっぱね。いや、そうだね。<laughs> イブラじゃん <laughs>。 <laughs> 写真撮っていいっつ <laughs> って「あ出す出す出す」出す出すってなるよね,ね <laughs> そうだよね、うんうんうん、俺の伝説の話をしよういいの <laughs> いいの <laughs> ねそうだよね、うん、その伝説の話をさ自分の会社の社名とかロゴとか入った状態のねなんかユニフォームとかにてってくれたらもう。 イブラじゃーってなるもんね。やっぱねなるもんね。もでもやっぱミランを選んだんだね。やっぱだっていろ。そうだね。ってインテルもイベントスも行ってるでしょうん。バルセロナって全部行ってるでしょこの人。そうだね。ねだからやっぱり最後あれか。うん、ミランが良かったんだ。そういう。ことになってるしね。はまきしても怒られないしね。ピッチで。<laughs> <laughs> ね。こいいそういう。うん、はい。形みたいで。はーい。はーいうん はい。そして続いてでございます。はいはい、ええー、ルイス・グスタポさん。まあ、元ブラジル代表の選手ですね。バイエルン、ボルフスブルグ、マルセイユあたりでご活躍された方ですけれども、うんうん、ええー、実はこの夏までアルナスルにいた状態で、今はフリーになっていたんですが、<ら>ちょうど、はい、ちょうど収録の日の、あ、そうですね、彼も、うんうん、えー、サンパウロ。 が決まっったよ何かブラジルの方ってさ元から最後の晩年はブラジルでねキャリアを終えるって方少なくなかったですよね。バーベキューしないといけないからね内卓さんと。養わないといけないから。そうだね。それで YouTube 撮っててマ松上ーさんみたいな感じになりますけど。でもブラジル人のみんなそうみたいですよ。そうだよね。でもほらキャリアのの本当の最後の1年をブラジルではあったけど。 終盤ギリギリまでほら最後スペインとかイングランドとかでやってても、はい、一回トルコとか経由してからみたいなこと多かったじゃないですか。うんうん、なんだけどまあ一応だからまあまだキャリアまだ残ってるだからブラジル選択って形になったんでこれはだから最後なんかチームにこう残すものとかもいろいろあるんだろうなーってのちょっと感じるのこううした男はもう50人からのね一度こう養わなきゃいけないいっていうのここれこれトゥーリオさんにとかちょっと聞いたことありますけど、うん、あの自分 と親戚一同プラス、うん、あの友人二三家族ぐらいを全部養うぐらいでやってくれてるうううなんですよ。うしょううん、<laughs> すごいなと思います。やりがいあるじゃないですか。でしょうね。そして今度左下、これまずは皆さん覚えてるって話ですけど、はいえー、フラムのパリーニャ君覚えてますでしょうか夏、もう今から4か月くらい前ですけど、うん、夏に。 あと数分でバイエルン遺跡が決まるはずだった男ですね。はい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 、そういう、ね、悲劇的な遺跡失敗のことをパリーニャって呼んでるらしいですね、うん、もう。<laughs> ユニフォームに袖を通し写真まで撮ったっていうあれですね。ついに戻ってきた。<laughs> いや、バイエルンにね、この冬よかったねと思ってたら、うん、えた、えー、まさ、バイエルン金がなくなりましてですね。取れないかもしれないって冬。<laughs> パリーニャ再び リパリーニャかもしれない。しかも、じゃあなんで金がねえのかっていうと、うん、要は、バイエルンがその夏にや,やっちゃったっていうか、自分たちが取ろうとしたからっていうのもあると思いますけど、うん、あの他の、ね、プレミアクラブとかが、うん、パリーニャ取りに来ちゃって、競合、うん、強豪いわゆるオークション状態になったわけですよ。だから、その獲得争奪戦で勝てない。 お金が足りなくて<ー>だからねバイエルに一度は写真撮影でそれを通した男を結局は通さず終わるかもしれない、うん、写真だけ欲しいねでも <laughs> ねせっかくねあったんだからね <laughs> 記念にというかね。<laughs> そうだねつまんなそうなんですか多分決まんないと思いますコンディションにも影響してるでしょうねいやそれはあれでしょうねポジションどこなんですか 一応ボランでねも当時はしかもバイエルンもキミヒとかが出るかもしれないってあったじゃないですか結局バイエルンから出てないんで考えるといっても確実にポジション取れるってわけでもないとも思うからまあしょうがねえかなと思いますけどねはいという形でございますと頑張れパリーニャ応援してますいや頑張ってください そして、えー、今度、右行きたいんですが、はい、その前に1個おい、何してんだよって話1個だけいいですか、うん、いやパリーニャもそうですけどね、まあパリーニャもそうだけどね、うん、あのねあのこの動画撮ってる12日のまあ早朝っていうんですか、11日か、はい、あのトルコでですね、うん、とんでもない事件がありまして、事件はい、うん、あの第15節、うん、アンカラ・ギュジュ対、えー、チャイクル・ リゼスポルという一部リーグの試合があったんですけど、最終的にアンカラ技術でチームが先制したんだけど、後半アディショナルタイムは7分でそのアウェーチームが追いついて1 1で終わったっていう試合なんですよ。うん、なんだけど、事件はですねその試合が終わった直後に起こりました。<う>あの試合終わってこうハ,ーハーフウェイラインとかでみんなビーっとこうお,辞儀あのお辞儀するで終わりましたってこうなるじゃないですか。 そこにですね、スタンドで見てたはずの、ホームチームアンカラ議事、いわゆる勝ってたのに引き分けで終わっちゃった方ですね。うんうん、の会長がダダダダダ,ダ,ダッと、ピッチまで降りてきて。うんうん、わ、なんか、ヤフーで見た、殴ったやつそう。審判を審判を <laughs> <laughs> 何があったんですか <laughs> いや何だって話で。判定に腹が立ったとかそういうことそういうことですね。すごいなあ、大人、いい大人が。ねえ、<ー>で、<ー>ただ結局、だからその審判さんが、夜、ああの目の下、ちょっと陥没するぐらいの骨折になってしまったみたいで。朝、えー、ができたって書いてあったもんね。そうですね<ー>で入、そのまま入院だったんですって。あ<ー>であの、それをもって夜、リーグがあーじゃあ一旦あの無期限延期。 リーグが無期限延期トルコのそうトルコの全体のへー 1、会長がやってしまったことによって、うん、多分このチームはその、いわゆるただ単に勝ち点3が1になっただけではなく、うん、おそらくは罰金プラスペナルティーもあるし、うんうん、あと、こういったからもしこの無期限延期っていうのが、1か月くらいだったらまだどうにかなると思いますけど、うんうん、ちょっと長引くようであれば、選手がこの冬、移籍する可能性が一気に増えると思うなんで、まあ、それは事件だけど、他のチーム関係なくない、うん なん,でなんかあれでしょう、ね、なんかとりあえず、そういうのこうそんな,不利益なことしないながら、そのぐらいのことだろう、思い知れってことでしょ。<laughs> まあ、そういうことだと思いますけどね。国民のね、的、ま、になるよってそういうことして、絶対ダメよって、そのぐらいのことよ。国際的にももう恥を注げと、うんトルコリーグは厳しく対処しますっていうポーズでしょ。<laughs> まあ、ポざっと思います。んなんでだって全部止めないでしょ。<laughs> <laughs> ね、エリー活動になる。いや、そうなのよ。うん、まあ、でも、ただまあ、だからね、状況次第では何が起こるかってところなので、うん、もしかしたらトルコの有望株組をこう狙こういう事件が一個あると、やっぱなんか他の国って狙ってきたりもしますから、うん、なんでもしかしたら何人かの動きはトルコであるかもしれないので、ちょっと覚えておいていただければというところでございます、うんうん、はい。 まあ一応そういうのがあったよって話ですね。と、はいうことで右側いきましょう。うん、でこれ別動画ではすでに話してますが SS、うん、ローザンヌスポルトから鈴木トイチ選手が、はいえー、京都への移籍があるんじゃないかと、ねはいうん。これ別動画で話したらそっち見ていただければですけど、うん、まずはやっぱ戸くんこう考えるとなんだけどもともと降格もチームで経験してチーム逆に昇格も経験したっていう選手になりましたか。うん 今のスイスでいても、なんというか、いきなりこう上位リーグのところまで一気にこうステップアップは、もしかするとできないみたい、できなさそうな判断とかってことを彼はしたのかなと僕は思っていて、そうですか。要は活躍はしてるけど、立場的にこうサイドバックみたいなポジションやることが多いから、うん、こう目に見えるこう得点とかアシストがたくさんこう量産できるポジションでもないと。ははははいはいはい、はい でもだったら、今のそのやってきた力ってことを国内リーグに一回戻ってきて、また出して、うん、今の j a の方がもしかしたらヨーロッパから見てもらえる確率は高いと。で、またヨーロッパ再挑戦を狙っていくっていうのは、なんかありえそういな,なるほござ、ね、しますね<ー>。そうですねはい、うん そして、続いてでございます。はい、えこれ、どこに行くかっていうのは、特にまだないんですけど、うん、おチェルシーの中盤、若手のイングランド代表、ギャラガー選手でございます。うん、まあこの名前を出したらも、まあ、彼にするか、他の選手にするか、僕もちょっと悩んだところはあるんですが、ことしはその若手ながらも、キャプテンなんかも務める試合も多いギャラガー。若いんだもんね。そうです、23歳。 ただね、まさ、うん、去年も今年もプレミアに在籍している、まあ、全チーム17チームあるわけですが、うん、チェルシーね、うん、最も勝ち点稼げなかったチームになりました。最もですかそう、あの、うん、去年、いわゆる2022、2023シーズンの後半戦と、うん、今年の2023、2024シーズンの前半戦というところの38試合で、 勝ち点試、うんうん、合いに1しか取れてない、だからちょっと降格してもおかしくない勝ち点だなってうなちなみにやっぱね、シティ、アーセダル、あとは今年上位のアストンビラとかだと、うんうん、なんとチェルシーの倍で76とか稼いでる、ねうん、ちょっとあまりにも差があるってところから、ちょっとパフォーマンスが芳しくない方は何人か売るんじゃないかって話に今、ちょっと現地に惚れててるみたいな。うん うん、まあ、粛清みたいなことなんかもしないけど、ただ、それはでもね、なんか誰が監督やろうとも、ちょっと誰が先週活躍しようとも、この2年ぐらでずっとちょっとパフォーマンスが上がらない状態になってる。まあ、いろんな問題もね、あったわけですね。移籍とか、資金とか、スポンサーとか、そこ、ね、からまた抜け出れてないってことですかうそういうことですね。チームが、だからまだちょっと混乱な状況はまだ収まってないと言っていいんだろうなと思いますけど。どあらたらたちょっとね。 本来のチェルシーを見せてしいところですよね。という形でございます、うんはい。そして続いてがレスターのエンディディさん、まあ、ここちょっとびっくりでしたけど、今は、ね、チャンピオンシップでか、ね、頑張っているレスターですが、もともとプレミアにいた時はは、ね、地上戦デュエリストナンバーワンだったボランチのエンディディ選手を、うん、どうやらなんかバルサが取るんじゃないかという話になっておりますと。 まあ、要はガビが抜けて中盤がね、ちょっと構成力をちょっと変えざるを得ないというところがあって、まあ、ハンター型の選手は一人入れておきて、ボール回す型よりも一人だけそういう選手を入れておきてってことなんだとは思いますけど、はいまあ、とりあえずそういう話が上がったよってことがあったので、うん、持ってままいりした、ねはい、そして一番最後、ここ、うん、ですね。渡辺し町田幸喜はい あの、町田選手に関してはトッテナムって話もチラッと上がってたりしますけど。うんうんうん、期待してますよ。そうよね。は<ー>だまさ、あ、あのー、今ね、この二人のことを、もうベルギーメディア有識者の皆さんがもう絶賛オブ絶賛。うん、なんかもともと2年ぐらい前にあの、三笘くんとか伊藤純也。 このあたりをもうそのベルギーメディアたちが一回こう絶賛していわゆるベルギーを今、牽引しているのは彼らだみたいな特集とかもあったんですけど 2> うん、うん、約2年たち今度はこの2人になりましたってことでこの2人はもうベルギーリーグの器ではないと、うん、もっと上のリーグにもう行くべきだぐらいのそういう論調で語られてるいるそ,そんな方にはいなりました。 まだだからそのメディアさんの方ではどこに行くとかっていう言い方ではなかったんだけど、この冬一気に大きいところに行ってもおかしくはないよねっていうような話し方でしたと。うん、いよいよ。そう、うん。問われるわけですね。<laughs> そうですねうん、うん、やっぱりこう書かれてたこととしてもこう富安武博、遠藤渡る伊藤淳也、三笘薫、上田綾瀬というベルギーリーグで活躍してきた先輩たちと同じように、この2人の侍はまた新たなクラブへと海を渡るだろうみたいな,な,、ね、そんな感じだこの2人に関しては、もうめちゃくちゃいいデータとかもいろいろ残してるぐらいなので。うん もしかしたら本当あんじゃないですか俺は町田君のとってのめきかなりリアルなんじゃないかなと思いますけど。行った後もやれるんじゃないかとしっかり。やれると思いますからね。素晴らしいね。うん、ちょっとどうなるのか、ちょっと注目していきたいだい大体データに下支えされて先生とかね、そのメディアの人たちがこう、うん、引くんじゃないか、大丈夫なんじゃないかって人は人は、大体もうそうですからね。 カムトゥルーしてますからね、ここなんでもね。<laughs> 本当にそうだからね。ま、増えちゃうわけですか。ということですね。またちょっとだから、どこに行くのかまだ分かりませんけど、楽しみにしていきましょう。うん、分かりました。ということでした。うん、はい、ね。あとはもうパリーニャだけですね、心配なのは。パーリーニャだけ心配。<laughs> 顔も、顔もちゃんと知らないですけど、パリーニャね。なんかこう、頑張ってほしいよね。<laughs> 頑張ってほしいよね、ほね。バイエルももうダメならダメで、ごめんって早く言ってほしいね。<laughs> <laughs> なんかね、あのー、<laughs> 前回のタイミングであれだったからね、ちょっと気まずくて今回、一応、だめだって分かってて誘ってんだったら、それは良くよくないね。よくないね。いや,っやっぱ次に行きたいわけだから、ちゃんと、ね、そうだね。そうなら振るなら振ってくれないとね、次行けないから。めちゃくちゃ恋愛みたいに言うじゃん。<laughs> 応援してますよ、やっぱり。 応援しております。ありがとうございました。ということで、えー、いろんなテーマで毎日やってます。色るわかでございます。また、聞いてくださいね。チャンネル登録、高評価、ボタンいただけますと励みになりますので、お願いいたします。はい。はい、えー、井上までございました。脳魅力佐藤でした。ご視聴うありがとうございました。ありがとうございました。<laughs>